おとといまでは夏の姿を見せていた富士山が一日ですっかり衣替えしました。こちら5合目あたりまで雪になり冬の姿です。天気が回復する中、上空にはまだ湿った空気が残っているので、山頂付近には笠雲が現れています。笠雲はレンズ雲と呼ばれる種類の雲の一種で、富士山に限らず高い山の山頂付近に出現することがあります。特に上空の風が強い、湿った空気が存在する、そういった状況の時に発生しやすくなります。強い風が富士山にぶつかると両側や上の方に風の流れが変わります。空気が湿っていると、空気が山にぶつかって持ち上げられて膨張して冷えることで雲ができ、山頂の風下側では再び空気が下ることで空気が温まって雲が消えるという原理で、山頂付近にだけ雲ができます。笠雲は天気下り坂のサインと言われますが、今日は下り坂にはならず、この後も雨の心配はなさそうです。今後は上空の空気が乾いてくるため、次第に笠雲は小さくなることが見込まれています。